転三転してきたイージスシステム搭載艦でしたが、ついに結論が出ました。今回は、この次期イージス艦2隻建造計画を詳しく見ていきますね。ありえないほどの大きさを建造計画に盛り込んでいたイージスシステム搭載艦でしたが、現行のマヤ型の大きさで決着しました。ありえないほどの大きさを見たかった、スパイ7ではなく、スパイ6で決着。この2023年2月にも、北朝鮮は、複数の種類の弾道弾や、巡航ミサイルの発射を繰り返しており、昨年2022年に、これまでの歴史の中で、最多を数えた、そのミサイル発射の勢いをそのまま維持し、一向に断念する傾向は、感じられない。最近では、そうした北朝鮮の報道には、キム・ジョンウンと共に、その身の娘が写された写真が使用されることも多くなり、その姿を多用する北朝鮮側の姿勢に、どのような意味が込められているのを論じる報道も多数を目にする。こうした見え見えの家族愛を強調するかのような、キム・ジョンウンの行動について、身の娘の露出の増加を後継者としてのお披露目ではないかのかと論じる主張も目にするが、あまりに短絡的な見方だと、主流とまでにはなっていない。いずれにせよ北朝鮮が、ミサイル開発や、その弾頭として、それらに搭載する核兵器の小型化を一層推進しようとしていることは明らかであり、日本の本土にほど近い場所に、それらが落下している状況は看過できない事態ではある。こうした北朝鮮からのミサイル攻撃を防御する施策として、日本では、2003年に、BMD、弾道ミサイル防衛システムを整備し導入することを決め、主に、2つの段階で、それらを迎撃する能力を保有する方針が打ち出された。その1つ目は、洋上の海上自衛隊のイージス護衛艦から、それらが、VLS、垂直発射艦に搭載する、SM-3 等の防空ミサイルを発射して、大気圏外の高高度に、手迎撃を行うという仕組みであり、その目的のためにイージス艦が導入された。二つ目は、イージス艦の SM-3 等の防空ミサイルで撃ち漏らした場合のフォローとして、地上に配備された BAC-3 等を使用し、大気圏内に再侵入した敵ミサイルを迂回するという仕組みの、いわば二段構えでの迎撃が想定されている。この二段構えの BMD、弾道ミサイル防衛システムを実現するために、海上自衛隊においては、2023年2月時点で、合計8隻のイージス護衛艦を保有、運用中であり、日本全体をカバーするため、常時2隻が、その任務に従事する体制を敷いている。しかし、海上自衛隊の艦艇の中でも、非常に高価で、数に、限りのあるイージス護衛艦を、こうした BMD、弾道ミサイル防衛システムの任務のみに、2隻も充当させることは、その他の日本に及ぶ脅威の増大という、観点から、疑義が呈されてきている。そこで、導入が決定されたのが、イージスアショアであり、これは、秋田県と山口県の陸上自衛隊の2カ所の演習地に配置することで、日本全国をカバーするとされ、陸上配備型の利点として、常時の稼働が可能となると、期待された。しかし、このイージスアショアは、本体を打ち上げることに使用されるブースター部分を、一定の高度で切り離す仕組みであったが、このブースター部分の落下位置が、正確に制御することが不可能だと、判明してしまう。そのためそれを防止するためには、イージスアショアの制御プログラムの改修が必要とされたが、費用的にも時間的にも、日本が、独自に、その改修を行うことは困難との判断が下され、あえなく、導入の中止が確定する状態となった。日本では、その後、急
急遽、導入の中止が決まったイージス・アショアの代替を、どのような方法で行うのかが議論され、そこで使用されるはずであったミサイルの発射機やレーダーをそのまま搭載する形式の艦艇の新造が決められる。これが、イージスシステム搭載艦の始まりであり、既存のイージス護衛艦と区別するために、マスメディア等では、その呼称が用いられることとなり、すでに契約を締結していたためキャンセルすれば、違約金が発生する。その機材を流用するものと説明された。そして、この点が大きなポイントであるが、地上配備型であったイージス・アショアの運用は、陸上自衛隊が管轄することとなっていたため、艦艇となったイージスシステム搭載艦でも、その扱いは、同様とすることが打ち出された。そうして世に知られることとなったイージスシステム搭載艦ではあるが、新造する隻数は2隻とされ、かつてのイージス・アショアが、陸上の2カ所への配備で、日本全体を常時カバーするという構想からは後退した感は拭えなかった。艦艇の場合、保有している隻数のすべてが常時稼働状態となるわけではなく、実戦配備、訓練、メンテナンスの3つの状態をローテーションして運用されるため、既存のイージス護衛艦がカバーに当たる体制は必須と考えられた。しかも、話はそれで完結せず、2022年の夏頃には、イージスシステム搭載艦は、排水量で2万トン、全長で210メートルという大型艦となるとの説が浮上し、SM-3 等の搭載に止まらず、各種の新型のミサイルの装備が唱えられることとなった。そこでは、人に、意識地対艦誘導弾の能量向上型や、当初防衛用の高速滑空弾などの国産の新型長射程兵器をメインである SM-3 等と並行して実装するという案がまことしやかに囁かれ、折からのスタンドオフ能力の装備に話が膨れ上がっていた。さすがに、こうしたイージスシステム搭載艦の使用については、各方面からその有用性と元々の BMD、弾道ミサイル防衛システムとの両立の困難さを指摘する少なからぬ声が上がったが、ここまで変容した艦用の意図は未だ不明である。しかし、2023年度の防衛予算の検討が進められていく過程において、こうしたイージスシステム搭載艦の使用は撤回され、今のイージス護衛艦並みの規模艦という現実的な大きさに結果的には落ち着くという、変遷をたどった。2022年12月に決められた2023年度以降の防衛予算は、ロシア・ウクライナ戦争の余波もあり、従来比で大幅な増額が打ち出され、2023年度防衛予算案においては、イージスシステム搭載艦には2208億円が投じられることが明らかとなった。また、これに加えて、イージスシステム搭載艦の2隻の新造に止まらず、既存のイージス護衛艦も、さらに、2隻が追加で建造されることが盛り込まれ、イージス護衛艦は、これによって、現行の8隻から10隻体制に移行することが確実になった。防衛予算そのものが大きく増額されたことによって、こうしたイージス護衛艦の純増も図れたわけだが、その意味するところは、北朝鮮のミサイルに対抗するというより、増強を続ける中国の脅威に対する強化と言えるだろう。イージスシステム搭載艦に実際に施される兵装については、今後詳細が固められていく方向ではあるが、少なくとも、北朝鮮ではなく、中国を睨んでの艦艇となるため、補完防空用の最低限の装備が検討されると思われる。これは、イージスシステム搭載艦に、そうした装備を省いた場合、他の海上自衛隊の護衛艦等が、その護衛任務に割かれることを防止するためであり、そうした攻撃能力を有していない、北朝鮮を想定していないことがよくわかる。なお、
初の反撃能力の保有だとして話題を集めているアメリカからのトマホーク巡航ミサイルのおよそ500発の調達に関しては、国産の人に意識地対艦誘導弾の能力向上型の実装までのつなぎと言われているが、イージスシステム搭載艦への搭載は否定されている。そのため、トマホーク巡航ミサイルの装備は、イージス護衛艦等の既存の艦艇を中心に検討される模様であり、VLS、垂直発射艦を装備する水上戦闘艦への一部システムの改修で対応を行う方針であることが伺える状況である。500発というトマホーク巡航ミサイルの数がどうなのかと問われれば、対地攻撃に止まらず、対艦攻撃も可能なバージョンという可能性も考慮した場合、決して多いとは言い切れず、また、実際に一括購入が可能か否かも気になる部分ではある。